今度の最で見ることによって、まあ毎日のはね、一切消えるようになると思います。あなたはビジネスをすれば100、100%失敗する。っていう話ですか。壁ってのは絶対やってくるので、その壁をどういうふうにして乗り越えていけばいいのか。このゴールだけ決めて、達成ルータぶっちゃけ、何でもいいわけですね。 今回はは創業1 1年年目ででで億円をを達成ししたたののとといいいいうテーマでお話をしていきたいなと思いますすこんにちは株式会社 SYK 代表の北野です今回ね、まあ、いきなり1億円って聞いてもですね、まあ、なかなかイメージ湧かないよっていう方もいらっしゃると思うんですけど今回の動画を最後まで見ていたことによって、まあ、今スモールビジネスをしている方とか副業している方これから起業していきたいという方から、まあ、今すでにビジネスやってるよーとか放置コンサル型のビジネスをやってるよとか店舗事業やってるよっていう方もですね、まあ、どういうふうにしていけばまずファーストキャッシュを達成していってそこから 売上を、ね、まあ5万10万そして30万50万100万と、まあ、上げていけばいいのかっていう道筋が明確に見えてくると思いますのでこの動画を最後まで見ることによって、まあ、迷いっていうのがね一切消えるようになると思いますなのでぜひね今回の動画最後まで楽しみにしていただければと思うんですけども、まあ、今回のトピックはこの3つのテーマでお話をしていきたいなというふうに思いますでまずね1個目なんですけども、まあ、これはですねビジネスはすべてピボット方式であるということですねでピボットってまあ何かっていうとですねまああの答え難しいんですけど、まあ、ビジョンを変えずに戦略を変えるっていう話で、まあ、インスタグラムとかまあ グーグルとかですね。まあいわゆる他にも世の中にまあ年商で1000億を超えるまあユニコーン企業と言われるようなですね企業さんとかもですね、だいたい三分の二ぐらいはもうこのピボット方式を経験していると言われるぐらいですね。まあ当然大きく成長している会社さんもそうだし、まあ、それからこれは個人でね売り上げを上げている方、もちろんうちの学科生の方とかもずっとこのピボット方式っていうのをね意識されています。でこのピボットってねまああのどういうことかっていうと、例えばじゃあ月商でねまずじゃあえっと50万稼ぎたいとかまあ100万達成したいってなった時に、一番最初企業初期っていうのはまあ商品もないわけですよね。全くこれ 活用していきたいば商品もないです、リストもないです、どうやって襲撃しているかわからないと、どうかスタートしていくと思うんですよ。で、うちの会社も一番最初そうだったわけですね。で、まあとりあえず会社作りました。で、何の授業をやっていこうかなってまあ、なった時に、うちも結構いろいろな授業をやっていったわけです。まあ、それこそペット通販系の授業をちょっとね、あのやってみたりだったりとか、保険の授業やってみたりとか、いろいろなものを手を出して、まあ、そのうちのもう7割ぐらいはまあ結構潰してます。作っては潰して作っては潰して、まあ、うまくいかなかったから潰したっていうのも結構あるわけですよね。で、今うちの事業に残ってるものっていうのはすべてまあ成功事例だったりするんですけども、 結局ピボットって言ってて言最終的にじゃあ例えば年商で創業チェーンで1億いくっていうのは決めしたんですよ最初にこのゴールだけ決めてで達成ルーはぶっちゃけそこまでいくまではぶっちゃけ何でもいいわけですね別に通販で1億いってもいいし例えばスクールビジネスで1億いってもいいしじゃあコンサルビジネスで1億いってもいいしいろんな生き方がまあ,あるとまあいうところでじゃあ僕らの場合いろいろまあペット通販とか保険とかまああとは旅行代理とかいろいろなものを手当たり次第やっ,やっては潰してやっては潰してを繰り返して最終的にじゃあインスタグラムの運用代行事業とでそこからのスクール事業っていう形に発展をしてピボット と、まあねまあ、いうところまで、ね、成長しているわけなんですけどもポイントはですね、あのー、今ビジネス、まあ、これからやっていきたいという方とか今ある商品でもね、まあ、なかなか売上が上がらないという方がですねもしかしたら今ある商品では、まあ、世間的にね、まあ、需要がない売れないでもこの商品にあるものを追加して加えていくことによってさら、まあ、なる価値が生み出されてそれで売れるようになるっていう事例は結構あったりするわけなんですね、まあ、例えばコーチングビジネスっていうね、まあ、立派なビジネスありますよね例えばあのコーチングでまあ企業 していいきたいってなった時に、まあ、コーチングだけでななななかなか売れないとっ,てなった時に、まあ、コーチング×心理学とかコーチング×マーケティングこの2つの要素を掛け合わせることであの独自の、ねまあ、ポジションっていうのを取っていくことで、まあ、魅力的なコンセプトができるわけですねで一気に集客できるようになったりとかでも僕自身も最初はコーチング、まあ、心理コーチっていうところで起、まあ、業を一番最初にしていったわけなんですけども、まあ、それであんまりね思うような売り上げ集客って望めなかったんですよってなった時にあコンセプトかなって思いまして、まあ、そこでまあマーケティングっていうのをそこ当時学び始めてそのマーケティング工 一緒に教えるるととっっってていうやってるところが当時あんまりなかったので、まあ、それで一気にねクライアントっていうのを獲得して売り上げをね、まあ、上げていったとだから一番最初はホント01から起業してそこから僕の場合はもう1年最初の1年間とかも年収5万とかでしたけども、まあ、そこからあのやっていってそれでまあ月収で100200ってとこまでいってでそこからね法人化してまあ SYK を立ち上げて、まあ、SNS マーケティング会社としてやりましたとでその SYK 立ち上げた創業当初もどの事業で収益を立ててい,っていけばいいのかっていうのは全然分からなかったわけですよだからいいろろな事業 見つけていくっていう話なんですね極端な話ね他の有名なホリエモンさんもおっしゃられてる通り、まあまあ、バカの方が成功するよって言われたりするんですけどまあ、半分本当だと思ってまして、えー、10個の皆さんの目の前にたこ焼きがありますとでそのたこ焼きのうちのですねまあ、ロシアンルーレットと一緒でまあ、9個はねもうめちゃめちゃマスタード入ってるわけですねで1個はまあ、めちゃめちゃ美味しい、えー、たこ焼きなわけですよ。ってなった時に当たりを見つけるためにはまあ、極端なし全部食べればいいって話なんですねするとまあ9回はまあ、失敗するちょっとねまあ、辛い思いをすると まあ下がヒーヒーするんだけども、まあ、最終的に最後の1個をたどり着ければそれが正解っていう話で、まあ、そこまでとは言わないまでもですねまず自分はじゃコーチングでやっていくコンソールでやっていくいいんですよでまずそれで見切経発車でいいからもうとりあえずやってみるとでうまくいかないなと思ったらちょっと集客方法変えてみたりとか商品設計変えてみたりとかコンセプト変えてみたりとかターゲット層をちょっと変えてみたりとかね20代をターゲットにしててのを30代40代にしてみるとか価格を上げてみたりとか付加価値をつけてねとかっていうのをやるだけでもすごいねあの売上っていうのが上がるような改善の施策っていうのがいろいろ出てくると思うのでぜひ、まあ この1個目のピボット方式、えー、参考にしてみていただけたらと思います。で、えー、2つ目のトピックなんですけどもこれがですね。えー、まあ、競合他社をリサーチするまあ、5つのポイントっていう話があります。これはですね。まあ、ビジネスっていうのはまあ、全てもうカンニングペーパーがあるとまあ、僕いつも言ってますけども、自分の頭でね。いくら考えた。ところで、お客さんの気持ちっていうのはまわ、あ、からないわけなんですね。まあ、やっぱり人っていうのはですね。まあ、皆さん、例えばコーチコンサルティビジネスをしてる人とかであれば、まあ、クライアントの気持ちをまあ理解しようとする姿勢は大事なんですけど、クライアントと全く。同じ 一心同体にはなれななれいわけなので自分の頭で考えるんではなくて成功しているモデルをそのまま引っ張ってくるもうこれが一番早いわけですねじゃあそうするためにはどうすればいいのかっていうとこの5つのポイントを元にして今成功している他社をリサーチしましょうとでこれ何かっていうとまず1個目これがですね他社の顧客です自分の同業者の人でうまくいってる会社さんとかコンサルタント起業家さんの人ってどういう人ターゲットにしてるんだろうなっていうのをまずリサーチします。そそののののの人人人年齢ででああっったたりりととかか、えー、ののターゲットの人の趣味趣向であったりとかね、まあ休日 実はどんなライフスタイルを過ごしているのか、どんな悩みを持っているのかですね。特にこう悩みです。まあ、こうリサーチするとで。2つ目はですね、この他社の宣伝方法ですね。自分の同業者でうまくいっている人は何で集客しているのか、まあ、インスタグラムで集客しているのか、まあ、それとも Twitter で集客しているのか、ネット広告で集客しているのか、それともチラシを配って集客しているのかとか、まあ、あるわけですね。で、うまくいっている事例をそれでうまくいっているんだったら、自分もそれ取り入れてみようという姿勢ですね。で、3つ目はですね、まあ、これは他社の販売方法です。これはもう具体的な売り方の部分ですよね。 営業で売ってんのかテレアポで売ってるのかなとかセミナーで売ってるのかな無料相談で売ってるのかなとか,か1回来店に来てとか体験モニターワークセッションでそこで販売してるのかなとかいろいろなそういうモデルってあると思うんですけどもどういう売り方をしてるのかこれはですねもう実際にその同業他社の人に実際に営業売られに行くっていうのはね別に買わなくていいんですよ売られに行く僕はこれ昔よくやってましたけども営業されることであこういう売り方うまいなとかっていうのも結構わかるわけですねでそれを実際に自分の自社に取り入れた結果それでね成約率が3倍上がったりとか結構ありましたで4つ目これ 他社の価格ですねうまくいっている他社さんはいくらぐらいの価格で商品を売っているのかでそれで例えばねじゃ,ああのじゃあ30万円ですとか、まあ、分からなすけ10万円ですまあ1万円ですわからないですけども同業者の人でその価格で売れてるってことは少なくとも同じような訴求をしていけば同じ価格でも買ってくれる人っていうのは存在するっていうことがわかるわけですとなので、まあ、この価格のリサーチっていうのはすごい重要になりますで、えー、5つ目他社のコンセプトをリサーチするということなんですねで、えー、自分の同業者の人でうまくいっている人たちっていうのは、まあ、どういう人に向けて どういういキャッチコピーでで人を集めてるのかですよね、まあ、これはまあ例えば広告の LP って言われるランディングページの文章だったりとかまあホームページ見てみたりとか同業者の人 YouTube で調べてみたりとか同業者の人が出してるまあ本ですよねのタイトルを見てみたりとかそういう形でやっぱリサーチをしていくっていうのがすごい重要になりますこの5つのポイントをですねまあ最低でも5社以上ピックアップをしてね是非やってみてください是非、まあ、ねアウトプットとかもね YouTube のコメントに待ってますのでまあ送っていただければと思います最後3つ目これはですねあなたはビジネスをすれば100 100失敗するというお話をしま,すまあこれはねあの別に脅しでも何でもなくて、まあ、事前にね僕は真実しか言わないので、まあ、知っておいてほしい真実なんですけどあなたは100%失敗します。で僕も100%失敗してきたわけですよね。まあ、さっきのピボット方式の話もありましたけども自分はこの授業で行くぞって言ってバッと走り出してずっとその授業でバッと成功してる人っていうのは、まあ、ほとんどないわけですね。まあ言うとしたらソフトバンクの孫正義さんぐらいだと思います。もうずっと25年同じ授業でねあれだけの売り上げを上げている企業さんっていうのね。で多くの会社さんっていうのはやっぱりその時代の応じた、まあ、変革であったりと に対応できる人っていうのが強い企業家なわけですよなので例えばじゃあ皆さんがねスモールビジネスで商品を作りましたで最初はね集客できないこともあるでしょうね商品提案してもお客さんに断られることもありますと僕自身もね企業当初っていうのは開業統計出しました法人化しましたで法人口座作りに行ってまあ断られるわけですねで断られてもめげずに交渉して交渉してそれで、まあ、大手メガバンクの法人口座を開設してまあ、そこからね SYK っていうのはスタートをしたわけなんですけどもでそこからじゃああの営業行きますよね法人さんに営業行きますよねでも当時僕23とかだったんでまあ、若いからなめ られるわけです全然契約も取れないみたいなねもう失針みたいな状況ですよ。でそれではじゃあどういうふうにしたらもっとね自分に興味を持ってもらえるんだろうとか、まあ、話し方を改善したりとか商品の提案の仕方プレゼンの仕方とか集客のしかそういったことをまあ愚直にこうやってね、まあ、改善をしていった結果のまあ僕らも今があるわけですよ。なので皆さんもね壁ってのは絶対やってくるのでその壁をもう最初からでもやってくるのを分かった時点でどういうふうにして乗り越えていけばいいのか、まあ、あるいはその壁を、えー、ぶち壊して前に進んでいけばいいのかっていう姿勢でですねこれから是非、えー、ビジネスに取り組んでい いただけたらすごい嬉しいなというふうに思いますはいえ今回も動画を最後までご視聴いただきありがとうございましたこの動画で少しでも勉強になったよという方はあ高評価ボタンとチャンネル登録もねぜひよろしくお願いいたします